まだ6回目で合ってるのかっていうのはさておきの話なんですけれども、はい、MC の中世と優勢です。よろしくお願いします。本日はアーティストの健介さんをお迎えさせていただいて、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。という形でもなんかグダグダと始まっていく感じなんですけど、緊張してますか？だいぶね、今日はちょっと数日前からちょっと緊張が取れずに今日ここまでちょっと伺える感じが緊張ね、ちょっと頑張っていきたいと思いますけど、はい、不足な部分ありましたらぜひその都合していただければと思います。じゃあ、ケンスケさんの、アーティストプロフィールを紹介させていただいて、私に入りたいと思うんですけれども、はい、健介ハンさん、横浜出身のメンターイラストレーターです。確かな描写力と自由な発想力だ。相手が風を決めずに描くそのスタイルは自身の作品制作なのか、数々の音楽フェスやイベントでのライブペイントや、こちらですね、後ろの後ろママビー、はい、日は店舗や企業へのイラスト提供、ミュージシャンへのジャケットデザイン提供など活動の幅を多岐に広げていらっしゃいます。近年ではパウアウジャパンイン神戸やパシフィックルーツフェスへの参加、横浜ワールドポーターズへのキャンペーンビジュアル提供、ローランド、アイラシリーズのビジュアルアートワークや横浜ブルーリューリーの限定ブルーリューリーに出演いたしました。ここです。はい、こちらです。限定ライブ、ジャケットイラストとして、福山宏、DJ、A1PG、クリッケル、ヒュー、マミヤ、フィーチャリング、LDA 先生の、はい、がございますということで、はい、アーティストワークですね、をされていらっしゃるということで今ご紹介させていただきました、はいはいはい、早速後ろに絵があります、はい、そうですね、これ、はい、横浜ビールの馬屋の食卓っていうところなんですけども、はい、1階が一番の増上はい、大体いつぐらいからここで絵を描かれてたりとか。結構5、6年かね、5年前か、そうか、ずっとパブが生まれるみたいなのを作ってる、生まれプロで、はい、で、はい、もともとここの千の竹さんというか、はい、お知り合いで、はい、で、ケイツさんはもともとドラゴンさん、ドラゴン漫画家さん、はい、ドラゴンさん、はい、ドラゴンさんのことが大好き、で、マル君はその時からもドラゴンさんのマネージャーをやってて、はい、だからそこで結構盛り上がったらしくて、なるほど、なるほど、そこから僕もちょっと、ホームになってやれるって、ホームに対しますので、ずっと一緒にやるようになって、はい、で、まあね、それぐらいかな、下の T シャツとかもそうですもんね、そういう定夜のデザインだったり、あとまあ正月にこう限定のラベルを出して、はい、それもデザインを出してもらった、なるほど、はい、今日のこのビールが、そういう限定ラベルの方にこうお正月が張り替わってそうですよね。そうそう、ちょっとこう初めて飲ませていただいたんですけど、めちゃめちゃ爽やかでこうね、美味しいよね、美味しい、めちゃめちゃ、めちゃくちゃ美味しいです。で、僕はクラフトビールのミスさんに、はい、はい、クラフトビール、確かにあまりこうお店とかでも専門店に取り扱ってるところは多いかなっていうふうに思うんですけど、最近めちゃめちゃ増えましたよね。確かにそうですね、だんだんこう波が来てるというか、めちゃめちゃなんかブームになってるんですか今、なんか何でも原料に入れ込んだりします。ビールだけでも全然夜は分かんないけど、そうね、確かに面白いですね。え、なんていうこの絵がすごく、ちょっと今多分画角的に入りきらないぐらい大きいんですけど、はい、さっきお話を聞いたところ約1日で、そうですね、見られたというここのお休みが1日しかなくて、はい、
じゃあその朝来て夜まで帰って 朝来て次の日の朝までほぼ描きっぱなしで食べる。まあ僕も絵描きですけど、これをこのクオリティのものを自主で描いたっていうのはちょっとなんあの違う世界だよ。どんどん僕の仕事なくなりそうだなって怖い、生き残れないかもしれない。夜中は、まあ、明るい電気がついてるのに誰もいない、はい、あめちゃめちゃ怖かったちょっとしたものを結構ね奥の方から消さなくてそれでもビールに飛びすぎたからとかいやいやもうさすがにその時はちゃんと一緒だレッドブルしか飲んでなかった結構やっぱりそうするとその大きいミューラルとかでいうと最近あのインスタグラムちょっと拝見させていただいてて、はい、横浜駅構内にエキュートエディションという場所なので、はい、そこもあのちょっとこうビアガーデンみたいな、まあ、ビアガーデン、ビアスタンドも入ってるし、まあ、他にもお寿司屋さんだったり、カフェだったりっていうのが、まあ、併設されてて、その改札の中なんですね、珍しいですね、珍しいですが、今までなんか横浜駅って大きい割には改札の中に休憩スペースとか、はい、まあ、そういうのがなかったらしくて、まあ、そういうのを、まあ、新しく作ろうということで、南改札から中央南改札までをこうバーンと通路を作って、まあ、その中に、まあ、店舗だったりシェアオフィスだったりちょっとしたら座れちっちゃいこうステーションオフィスみたいなシェアオフィスみたいな、そうそうそう、なんかこう本当に入ると、まあ、マジキリされてる部屋とか、はい、すごい。で、そこの中に、金井雄介、はい、神奈川の、はい、めちゃめちゃ大人気、うん、と、今はニューヨークでドラゴンさん、はい、ドラゴンさんと、はい、ここで3箇所はい、人気がこう、形になったんでしょう。それもかなり大きな、奥のはね、そんなに大きくはないですね。まあ、横幅が7、8メートルで、縦はね、そしたら1メーター弱くらい、そんな長いんですね。横長、まだ現物見えてなかったんですけど、ぜひ。まだ見れてないけど、携帯で、結構周りのみんながシェアしてるとか見る限り、これで見るだけでも、ちょっと、もう、すごいんじゃないか、おかしいんじゃないかって思うような。めちゃめちゃ気合入ってた。めちゃくちゃ細かいディティールと、そう。だから2週間ぐらいはまあ、そのはい、それだけみんなあったんだけど、俺一人だけ会計書。気合が毎日毎日出勤して。龍のこう、そう、龍ですよね。ね、中にこう横浜勢とか、ね、横浜はテーマ、まあ、テーマというか、3人ともその横浜っていうのがテーマにはあって、はい、まあ、僕はちょっとその横浜の市の植物だったり、横、は、浜、い、市の花だったりっていうのがモチーフに、はい、まあ、それが竜とかっていう感じで表現する。いやー、なんかこう。ちょっとこう初めて手をお見かけしたのが先日 の浅草のところで拝見させていただいて、全然一人で見入っちゃってこんなんなんでポカーンってなってる時に優生とお二人で来ていただいて、ケンスケさんって言われてですね、なんかそれも初めましてで、あの時初めましてで、例えばこれもそうなんですけれども、こう大きな絵の中にすごいこう細かいところまで細部まですごい情報が作り込まれてて、はい、こう歩きながらもう見ていて、あ、ここにもこんなのこんなにもあってって楽しめるし、その細かさとかも描写力というか素晴らしいなと思って、やっぱり歩いてみんな多分そこでこう 2,3 人足を止めちゃうみたいな、何かこう引き込まれる魅力がすごいあると思うんですけど、あれば最高ですよね。いやー、しかも早いっていう、もうね、いや本当に仕事なくなりそう、本当に早いっす
俺が3日間食べるより健介さんが1日で3日食べるから絶対よくいいじゃん。そんなことないですね。まあ、いや本当に素晴らしいご飯あの拝見させていただいてありがとうございます、はい、なんかその形でやっぱりこう絵を描かれている時の先ほどのやっぱりあの横浜の文のこうテーマとかあると思うんですけど、その情報を入れる時の工夫とかって例えば何かこう考えられてたんですか。まあ、その多分昔からそれこそ郵政みたいなこう何ていうかラインのセンスとか、うん、そういうので表現するのが苦手だったので、なんかごちゃごちゃこう、まあ、何でも書いてこう細かく書くのが好きだったんですよね、うん、それでまあ父親はその場で落書きとかしていてまあそれで今もプロとか仕事でやってるようになって、はい、まあなんかこう静と動のバランスというかこう、ね、あの空間のこう余白の美だったりとかもそうですけど、ね、全体的なバランスの見せ方がすごいこう素敵だなと思います。はい、いや拝見していただいてでもやっぱね、今まだにこうやりすぎちゃうのがすごくて、そこを絵がこう見ちゃったりじゃないよ、この絵で見せたいのかっていうのは、ポイント、そのポイントみたいなのはあった方がいいよとかよく人には先輩とかに、うん、大きな絵とかだとやっぱりそれが逆にこういろんなところで、あのみんな足を止められるからすごくいい要素になるのかなっていう場所ってのはね。今回のエキュートに関しては、はい、あの花江くんの方もドラゴンさんも結構、はい、大きな壁で、うん、後ろも結構スペースがあって、要は歩きながら離れてても見えるし、はい、あんまりその近く行ってこう見るような感じの場所じゃなくて、うん、僕とかは逆に細い通路で、はい、あんまり後ろがなくて、だからこう離れて見るって感じができないから、はい、逆にこう、まあこうね、近い距離でこう歩きながら見て面白い、こんな感じだったら細かく描いた方がいいかな。はい、すごい、そのそこの通路を通るお客さんの立ち位置まで考えて、確かにね、なんかまあ僕に言うとミューラルとかストーリーがあるんで、ほとんど引いてみる媒体だから、うん、そうそうそう、だから、まあ、例えば、まあ、携帯とかでみんな見たことあるかもしれないけど、うん、実は近くに寄ってみると大体結構雑だったりとか、うん、全然線実は増えてたりとか、うん、でもまあある程度の距離を保っているから、うん、見たときにいいようにコントロールして描いてる。それまたかっこいいもんね。健介さんはそれをどこまでもどこまでもやれやれやれ。そういう感じでもない。まあでも、ね、その抜くところ抜くと描くところ描くのかっていう感じがすごいいい感じなんじゃないのかなってやっぱり思うんですけどね。難しいですね。ちょっと別のインタビューで見たんですけど、進化するアートワークみたいな、こう常にこう、またなんかこう、なんでしょう、トライアンドエラーから学んで、こう、ね、あの進化されていらっしゃるっていうのを読ませていただいて、あーみたいな。で、その書き出したっていうところで言うと、ちょっと話が出てきたんですけれども、大体2000何年ぐらいかな、インスタグラムだと2015年ぐらいから始められてた。何年ぐらいからそのじゃあ私こうミューラルのアーティストとしてやりますみたいな感じ。もうミューラルとかっていうのは僕結構最近の話で、最初僕はもともとそのはいこうやって前文化経を直し決めたのが27歳ぐらい、結構遅いですね、はい、そこからは2人で仕事をしながら絵を描いて、はい、その頃はまだライブペイントもしなかったし、ミューラルっていうのはね、グラフィティとかバーマフェットとかいう
感覚があったから、うん、聞いてるわけじゃないけど、はい、まあ、全然そっちはやりたいっていう感覚でもなかったので、じゃあなんかもうちょっとこうイラストレーター的な、うん、そうそう、なんか最初むしろ決めた時は漫画家になる、そうなんですか、絵は昔から得意な若い人だから、その絵を生かす仕事って言ったら何だろうって、まあ、漫画ぐらいしか浮かばなくて、でも最初漫画描いたりとかして、はい、でも全然やっぱ向いてないっていうのがすぐ分かるというか、それは何でなんですか。あのね、漫画ってやっぱりこうストーリー、キャラクター、はい、設定とか、そういうのを一回決めたら、はい、作品は終わるまでも、ひたすらそれを描き続けなきゃいけない。ああ、確かに確かに。このキャラクターこうって決めたら、それはもうずーっと出てくるわけ。背景もこの街で、ずーっとその街から出てくる。なんとか変みたいな。めちゃめちゃめんどくさい。全然性に合わないといったら、どんどん2、3ページで顔変わってくるし。それで、まあ、それでもなんか頑張って、はい、作って、うん、なんかやんじゃんかなかった。あ、そこまで、すごい、本当にじゃあ、もう本気ですから、本気だったんですね、本気でもやろうって決めてたから、これが28歳ぐらい、27、8なんで、それで、時間で送ったのが、何の勝利も書かなかったんだけど、あのガンツっていう、はい、あるでしょ、はい、あれの担当の人から、女性の方が来て、その奥ディオラさん、はい、先生の初期の頃の作品にちょっと似てるから、会いたいから。マジですか。マジすごい。めっちゃテンション上がって。ただ、手ぶらで来てもらってもつまんないから、はい、しょうがないから、ネームっていうその漫画の下書きみたいな、はい、ネームを一個持ってきてって言って、わかりましたって言って、そこからね、一切書けなくて。そのネームを、書いて持っていこうとした時に、もうめちゃくちゃ気合い入ってんだけど、はい、構わないというか、ストーリーも緊張感そう浮かばないし、プレッシャー的な。で、そもそもこうつまんないから書いてて。ああ。全然なんだろう。もちろん何個も書いてたんだけど、全然書けなくて。で、最初の、ね、2、3ヶ月、半年ぐらいまではちょいちょいどうですかみたいなのだったけど、やっぱりそこから先は消したりとか。でもなんかそこでもうなんか、青でってなったみたいな。説というか、漫画家さんが、だから友達にね、大きな人でかいめちゃめちゃ高いやつで、はい、なんか種類に似てて、はい、なんかその一個、その俺らが好きなやつものを全部詰め込んだ一枚にイラストみたいな、はい、書いてよって言われて、分かったっつって書いたら、それがね、めちゃめちゃ面白かったな。一枚絵で、一枚絵を描く方がもう全然向いてるって。だって気づいて、そこからね、その一枚の絵をかかっていくのよくないのか、聞いてこないでしょ。まあまあ、僕もあんまり絵描いてるけど、聞いてこないから。聞いてこないから。特に大学出てるわけもないし、よくわかんない。でもなんか、とりあえず絵をなんか描いてみようって描いていくっていうのが聞かれたんですね。へー。ちなみにそのお友達とはこう、その頼まれた絵を頼まれた経緯とかっていうのは、もうちょっとこう詳しくどういう絵を描いてくれるあで、なんかね、よく2人で、はい、まあ、ドライブを持っていて、ドライブしたりとか、はい、旅行とか行きたいなって思ったけど、週末はなんかザーッとこう、はい、行く、うん、でその時によくそういうバカみたいな話を、はい、よく2人でしてたんで、なんかそういうのがあればいいなとか、こういうのが僕さんここにあればいいなとか、うわ楽しそう。でそういうのを話したのを全部、はい、だからその1枚ネームしたんで、今ね、すごい喜んでて、いやそれ嬉しいですね。で、まあ、主人公は俺が乗ってたそのスパシオって普通のトヨタ乗ってて、はい、で、2人乗ってるって感じだったんですよ。なんかこうそういう想像で作ってた話をにあったらいいなみたいな。当時ですね、そうなんか相方はスロットのプロだったのかなっていう。おで、なんか昔の大が打ちたいみたいな、はい、でよくそれで地方までドライブして、あ、まあ、いい感じになそうな古い町屋があるとそこ行ってあるからって言ってなくて、結局どこ行っても一緒だったんだよね。あ、そういうことなんですね。お金を稼ぎたいとか出したいんじゃなくて、そう古い台とかをそうなんか打ちたいんですよ。打ちたい
で、次第でもそういうところ行くと、ローカルの常連さんとかいるから、そこで勝つわけにはいかないみたいな、変な、変な律儀なんですよ。ああ。なんかそんなのがあって、まあそれやって、入って、それが最初の。すごいなんか、いいきっかけですね。そうだね。友達と、そう。それでしかも気づいて、これだ、みたいな。そうなんですね。なんか、こういうファンタジーなイメージって、ケンスケさんってあるんですけど、うん、はい、後ろの絵もそうだし、漫画とかもそういう、世界とかそういう感じ、ね。なんかね、絵が上手な漫画家の漫画が好きだったみたいな。でも、もう今日最初、キレマーキーだった。それでさっき の, まあ、お友達とのドライブとかっていう話です。あの僕こう、インスタ見ながらっていうのお話でさっきいくつかちょっとこう話をぶっ込んでいくんですけど、はい、音楽とかは結構お好きなのかなと思ってて、でご自身であのグラスルーツとか、はいはい、でもイベントこれは主催に、あ、お母さん出ちゃったね、さすがよくわかるよ。なるほど。先生、ちょっとわからない。このシャツみたいな緊張してないじゃないですか。すぐのフォトシャツで。すみません。そうですね。そこのクラブ、グラサイルのイベントとかっていうのは、いわゆるその、まあ、もちろんライブペイントとかもされるし、その、音楽のカルチャーと、そういう絵のカルチャーだったりとかとこう、まあ、うまくこう混ざり合っているような場所だと思うんですけれども、それ自体こう発起人という形なんですか、そのイベントに関しては。いや、僕もその、まあ、僕に関して言うとグラスルーツで始めた、まあ、最初はガーデングローブっていう名前でライブペイントをしたり、1ヶ月に1回のイベントは、もともとドローンさんがグラスルーツで毎月やってた、はい、最近はそうですね、はい、ライブペイントで、ドラゴンさんがニューヨークに行っちゃうっつって、まあ、一回滋賀に帰るってタイミングで、はい、じゃあそこ空いたかなって、そういうみたいな感じで、そこをまあちょっと受け継いだので、だから結構いろいろ自由にやらせてくれるので、はい、まあそこも大丈夫なバンドと一緒に、はい、で、まあ、ミッドミュージックっていうのがいいんで、そういう感じでこう、始めた。DJ の方は、じゃあその時に立ち上げましてとか。ね、僕は、もう界隈でずーっと DJ のままでやってるんで、ちょっとこう、すごいね、ずっとやってるんだけど、はい、結構もう、こう、ゴリゴリの、いろんな音楽を聴く DJ で、こう、ちょっと映してみたんだけど、そんなに、ぐいぐい前に出るような感じ、うん、なんか毎週末どっかでっていう感じでもなかった。なんかここでイベントやるときにフューチャースリーブ来てくれて、で、俺のライブペイント見て、うん、めっちゃすごいね、先生やろうみたいな感じだったのが最初で、じゃあここもう出会いもじゃあこの場所だったんですね。うん、そうで、あの昔そのパシークルーズフェストっていう、はい、御三橋で、はい、ガーデングローブとかあるとかで、その時も、僕がいたから、もともと俺とバルブが出会う前から、僕とバルブがつながってたので、前の音楽業界で。今のそのイベント、今はまあちょっとコロナのタイミングとかそうですよね、イベントお休みだと思うんですけど、なんかあの、今朝見てたイベントのフライヤーがこの横浜ビールのフラグになってたりとか、はい、あれもお店限定とか、はい、グラスルーツ限定で、はい、でその
タイルペイントしたものがあのジャケットにしてもらって で次の回の先着20名様にプレゼント、うん、へえ、それめちゃめちゃ貴重な理由ですかね。買うこともできて、はい、なくなっちゃってもあー、うん、昨日はグラスルーツとバーガービールと、うん、まあ、僕とプリプルコラボゲームみたいな感じでやらせてもらいました。へえ、トリプルネームっていうすごい響きがかっこいい。なるほどですね。今は、でまあ、ちょっとある程度落ち着いたらなんかイベントしたい。そうですよね。そうそう、そのタイミングをちょっとまあ見なかなくて、とりあえずちょっとなんか配信ですぐやってみようかなって話を今してるらしくて。音楽のジャンル的にはどんな曲が流れているのか。音楽はね、なんだろうな、でまあヒップホップだったりジャズだったり、うん、結構オールジャンルで、その辺は結構その DJ 任せてるとか、うん、全然好きにやってます、うん、で、まあ、メグモを中心にトリプルワンに、はい、とあとドリグラゲストで DJ やって、はい、でもそっちは結構 DJ の方は DJ の方で任せてるというか、うん、マルティアスケさんがライブペイントしたから、うん、って言うんで、うん、でもそのライブペイントもめちゃくちゃ早いっすよ。ああ、早いっすよ。失敗してばっかりですよ。早いし、うまいし、そこはもうなるべく早く書き切っていいものもいい。そう、毎回本当になるべく早く決めてますと、ライブペイントにかける時間、例えばその、そうだからもうグラスルーツに至っては、終電もあるから、終電前は11時とかぐらいには一応終わらせて、うん、で、行ってくれるお客さんとか仲間と一緒に乾杯がしたいなって、ね、うん、それがなかなかうまくいかなくて、大体11時半とか12時ぐらいになって、うん、その頃に終わってないときに、大体もうテンパってる。やばいやばい、全然パッと後ろ見たらもうあんまり分かりやすい。あれ、何日の間に帰っちゃったら、ライブペイントもやっぱり限られた時間の中でやっていくっていう、その微妙なこう戦いが、いやめちゃめちゃなんて、できることできないことね、限られてくるから、難しいよね。鍛えられるんですよね、多分やってると。最近俺もやってないですけど、もともとだから書いてる途中とか人に見られるの嫌なタイプ。はい、最初すごいのかな、そういうの。やってるうちにだんだん、ね、それも、うん、こう楽しくはなってきたんで、まあ、いい感じに書けてる雰囲気はね、楽しいんだけど、これだとまたたまに失敗するから、あ失敗したときはほとんど地獄の苦しみで言われてる。もうすごい、なんか階段を消してるよみたいな、無駄なことやってる。でもね、それも、うん、それにライブなんで、うん、楽しい、うん、見てる人は意外と楽しいかもしれないみたいな。そうか、なんか2人が一緒にそういう現場なんかこう被ってた時とか、現場は去年のね、オートサロン、東京オートサロン、うん、そうだね、アーティストで渋谷忠臣さんっていう、横浜のアーティストの、まあ、大先輩、大先輩に、まあ、声かけてもらって、はい、ね、3日間かけて、その、そのブースの大きい、着物を、うん、なんとおっしゃる、あら、うわぁ、ありがとうございます。でも、はい、あの3人でこう足場を組んでね、そうですね、で、みんなで囲んで、
その時すごい心強かったのは、でもまあある意味3日間でこの面積はお医者さんだったら逆にちょっと時間があるっちゃうっていう感じで、それそれで調整したいな。あんまり想定してなかったけどこういう感じで書いてみようかなみたいな、ちょっとチャレンジして上がり目にして、それを健介さんに、あこれちょっとこんな感じでやりたいんですけど、健介さんこっちの方をこんな感じで書いてもらえないですかみたいな、もう超ジャストアイデアで話したら、もう全然もう余裕しようみたいな、これ無理かなと思うのを、めちゃくちゃオーバーコールで仕上げたりとか、そうだね、あったね。でもね、あの時俺だけさ、なんか仕事で動かなかった。絶対優先だね。